今日は待ちに待ったセンター試験だ。受験に向けて蛍光ペン、受験票、学生証、見直しノート、時計、お持ちとこ、お弁当、天があらゆるものを準備したけど、何よりも大切なのはやっぱり名門大のジャンパーでしょう。古陵大に通ってる俺の優秀ないとこがこの古陵大のジャンパーを一週間前に貸してくれたわけだしな。オンに着る。これさえあれば古陵大に合格したにもかかわらずソウル大に行きたいがために浪人を決意した超エリート浪人生っぽいし、周りも俺を見て恐れてるみたいだしな。今この瞬間俺より賢く見えるやつは絶対いるわけが。ハーバードだと？はあ、ハーバードのやつがなんでこんなところにいるんだ。いや、ハーバードなのに浪人生って一体何者なんだ。ファーザー、ウォーター、ファイヤー、ライト、パワー。これから試験を開始しますので、机のものは引き用具のみにしてください。電子時計も利用できません。ハーバードの浪人生が俺の目の前にいようとも関係ない。周りがどうだろうと、俺は俺の実力を発揮すればいいんだからな。君、それさ、電子時計だよね。いや、違いますよ。へえ、電子時計に見えるけど。だから、違いますってば。では、何ですか？スマートウォッチです。最近練習しているんです。はっつくパンツか、ひっつくパンツか、くっつくパンツか、むかつくパンツか、わっつくパンツか？君、本当に古陵大生？え、いや、どうして？君のようなクズは古陵大にないか。一限目は国語だ。国語は俺の得意科目だからな。絶対偏差値65ぐらいは狙える。国語はなぜか急にスイムが来て悲惨だったけど、数学ならいけるはずだ。バリバリの文系だけど、数学はなぜかいける気がする。今の時代はグローバル時代だし、英語さえできればいいんだ。英語は絶対高得点だな。これからリスニングテストを始めます。問題冊子を開いてください。第1問、会話を聞き、女性の発言に対する男性の返事として最も適切なものを一つ選びなさい。 Dad, I want to send this book to Grandma. Do you have a box? Yeah, I found this one to put photo albums in. 父さん、母さん、俺センターうまくいった。おお、センターうまくいったの？まあ、ほとんど当てずっぽうだけどね。ほう、そろそろ見捨てる時が来たな。さてと、今から自己採点をするか。第1問目は、正解！いいぞ、息子よ、信じてたぞ。第2問目は、あ、違う。3問目は、あ、違う。息子よ、今からお前は赤の他人だ。どういうことだよ。もうお前は俺たちの家族じゃない。もう変なこと言わないでよ。どちら様ですか？早く出て行ってください、クソ野郎。ああ、人生最悪だ。君も今日センターを？完全に終わった。人生おしまいだ。これからどうしよう。俺もセンターだったんだ。まあ全然できなかったけど。でもそれで人生終わったなんて思わない。センターはダメだったけど終わりじゃない。ちょっと下り坂に入っただけ。人生は七転び八起きだから挑戦が大事なんだ。ダメだったら新しい道を探せばいいだけ。まだ終わっていない。息を整えてるだけさ。だから俺たち諦めずに挑戦していこう。うん。ところで君はどのくらい間違えてそんなに落ち込んでいるんだい？ああ、僕いつも模擬で学年トップなんだけど、理系科目で3問間違えちゃって、ソウル大学を諦めることに。このクソった。